アールター・モンパーは、ドイツの政治家、政治学者。所属政党はドイツ社会民主党。ベルリンの壁崩壊当時の西ベルリン市長。その後2001年から2011年まで、ベルリン市議会議長を務めた。ニーダーザク先州ズーリンゲンに生まれる。ブレーメンの学校に通い、アビトゥーは合格後の1964年に、ミュンスター大学、ミュンヘン大学、ベルリン自由大学で、 政治学、歴史学及び経済学を学ぶ。1969年に政治学の学位を取得。1967年にスピードに入党。ベルリン自由大学で政治学研究所の助手となる。1970年にプロイセン文化財団資料室に転じる。1972年から1986年まで、 ベルリン歴史委員会に勤務し事務局長を務める。1975年、西ベルリン市議会議員に当選。1985年からは、同議会のスピード議員団長を務める。翌年ベルリン州の党代表に就任。1988年、スピードの全国執行部員に選出される。1989年の市議会議員選挙を市長候補として戦い。 事前の予想に反して、現職エーベルハルト・ディープ原市長のドイツキリスト教民主同盟を破り、3月に西ベルリン市長に選出された。スピードと緑の党の連立であった。モンパーの内閣は、ドイツ史上初めて女性が男性の数を上回った。ブランデンブルク門会報祝賀式典に参列する、モンパー。左隣が西ドイツ首相、ヘルムート・コール。 左端が東ドイツのモドロー首相を降りしも、市長就任当時は東欧革命の真っ最中であった。11月9日夕刻、突如、ベルリンの壁が崩壊した。モンパーによれば、東ドイツ、社会主義統一党のギュンター・シャボフスキー政治局員や、エアハルト・クラック東ベルリン市長が、すでに10月29日から壁の崩壊を見越して接触してきていたという。モンパーの ベルリンよ、喜べという言葉が世界を駆け巡り、赤いマフラーが、トレードマークのモンパーは一躍世界の有名人になった。12月には、東ドイツ首相、ハンス・モドローと会見し、国レベルに先駆けて、地域統合の協議を持った。ワルター・モンパー1989年11月から1990年10月まで、連邦参議院議長を持ち回り順により務めた。 モンパーのベルリン州政府は、アブスに、時速1 0 0トルの制限を加える、ベルリン交通公社のバスのため専用車線を設ける、などの決定を行った。翌1990年11月、マインツ通りの空住居を不法占拠する、活動家を警察を使って排除したことに抗議して、緑の党がスピードとの連立を解消。そのため12月に行われた選挙でスピードは、 席に敗れ、翌年1月にディープゲンが市長に返り咲いた。モンパーは1992年に州の党代表を辞任した。1992年からモンパーは不動産会社を経営しており、政治との混同が批判されたためであった。1995年の市議会議員選挙では、再び市長に挑戦しようとしたが、党内投票で敗れた。 この年一議会議員を辞したが、1999年の市議会選挙に、これにより市議会副議長に就任した。2001年の市議会の前倒し選挙ではスピードが第一党になり、モンパーは市議会議長に選出された。2006年の市議会選挙後の市長指名投票の際、スピードのクラウス・ボーベライト候補は74票を獲得し、 過半数を必要とする指名に一票足りなかったが、勘違いした、モンパー議長は就任先生に進めてしまった。野党の指摘で間違いに気づき謝罪したが、野党の要求する辞任は拒否した。2011年のベルリン市議会選挙には出馬せず、政界を引退した。ありがとうございます。